ジャンプ。ジャンプ。お願いします。お願いします。じゃあ、さっきジャンプ。ありがとうございます。あれはどういう気分？なんだろう、こう、もう本当に興奮して。やっぱテンション上がる？すごい上がりますね。でも、まあ、当然のごとく9回になったら、電話がかかってくるじゃん。はい。野菜行くぞって。はい。そこからマックスになるわけでしょ、テンションは。はい。でも、パーンと開いて、出てくるときに、はい、まあ、稲葉ジャンプ以来だよね。安崎ジャンプって、ジャンプがついたのは。いやもう、それをいいですけど、じゃあ、興奮するわけ。興奮します。と、はい、足が震える感じ。それとも、なんか気持ちいい感じ。こう、これから見せるぞっていう。これ、どこ見て車に乗ってんの？もう集中してます。いろんな、こう、どこ見て。まあ、例えばさ、はい、スタンドにちょっと目をやるとかさ、はい、そういうことは全くないの？あんまり考えてないかもしれないです。どちらかと言ったら、もうマウンドでどう、何をこう、あ、もうそう、もう、思考はそっちに行ってる。はい。でもなんか、全体の雰囲気が変わるもんね。いや、嬉しいですね。それは何？自分の人気？いえ。なんで？いえ、ファンの皆様がこう信頼していただいて、うん、あの場所に立つと、僕もパワーを本当にもらえているので。なるほどね。やっぱ感謝なんだ。感謝です。うん、はい、まあ、昨年はすごくいいシーズンだったよね。はい、ありがとうございます。はい、去年は何、なんかいろいろ変えたことあったの？ちょっと起きる時間を変えてみたりとか。え、朝？はい。こう、試合の1時間、ちょっと、いつもより1時間早く起きる。うん、して家のジムでちょっと体を動かしてから球場に。ちょっともう一回言って。家のジムで体を動かしてから。ちょっともう一回。家のジムで体を動かして。家のジムはあんだ。いやいや、そういうことで、マンションの中ですね。あ、じゃあ中マンションの中のジムを借りて、借りて動かしてから球場に行ったりとかですね。ちょっと生活のリズムを変えることによって体調も変わってきたんです。そうです、調子もね。もうウォーミングアップの前にやっぱ体一回動かしてるんで。体調もよくこう回りますし、すごい自分の中ではいいリズムができたのかなって思いました。今年はさ、はい、DeNA だけの抑えじゃないよね、意識は。まずキャンプの時は、はい、もちろんそのチームの抑えという意識は強いだろうけど、はい、これ日がだん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 オリンピックに向けて、はい、日が経っていくにつれて、はい、1チームの抑えじゃなくなるよね。そうですね、やっぱり何度も何度もやっぱ国際試合も経験させていただいて、ご自身も経験させていただいて、ね、なんとかやっぱそこも視野に入れながらですね、まあ、やっぱり場面に立てるように頑張りたいなと思います。すごい大人になったね。さっき、なんかすごい大人になった。やっぱこう、それが実績なのかね。少しずつ自信もつけさせてもらったり、経験させてもらって、やっぱ責任も生まれて。そうですね、うん、昨年のプレミア行ってさ、はい、もう3人、7、8、9、完璧だったじゃん、はい、まあ、気持ちよくなかった。ブルーペンで見てると、前の2人が本当にすごいピッチャーなんで、若いのにあれだけのボール投げたり、会場の雰囲気もこう、あ、もう大丈夫だっていう、で9回も僕が出ていくことでこう僕自身がちょっと不安になる思いもあったんですよね、うん、それぐらい彼らの活躍がすごかったんで、うん、こうまあちょっと勢いにあやかって、うん、あの球で投げさせていただいたんですけど、うん、まあ、とにかく4年前ですね、本当に悔しい思いを持ち込みながらこう大会が終わってしまったんで、なんとか僕自身もリベンジできたかな。でもさ、78ですごいピッチャーだって言うけど、9回ってさ、はい、特別じゃない、やっぱり。8回に出ていった人間は、後ろに安明がいるっていうことで、心の支えがあるじゃない。でも9回ってさ、はい、もう絶対俺が崩れたら後ろにいないんだという意識がものすごくない。ありますね。なんとかこう抑えてやろうっていう気持ちの方が勝ってるんで、こう僕自身もこう、後ろがいないから、じゃあ俺がっていうつもりではなくて、とにかく抑えることに必死っていうか、それこそ日本代表の国旗をつけたりだとか、こう注目度が高い大会だったんで、すごい僕自身もこう、なんていうのかな、プレッシャーをこう力に変えて、頑張っていかないといけないなって思って。球種は増やすつもりはない？
なんか練習してるボールとかあるの？スライダーが一応、今ブルペンでもずっと投げ続けてて、うん、こう相手に考えさせる一球になればいいななんて思いながらですね、うん、まだまだ精度は低いんですけど、うん、あの試合に使えてかつ、追い込んでから、うん、あの使えるボールになればいいなって思いながら練習をしてしまいます、うん、それはちょっと気分転換な部分もあるよね。まあ最初はやっぱりカウントの若いあの楽なところでいきたいなっていうところはありますけど、まあ、いずれはこうツーシームとこうストレートもう一球スライダーがあるようなピッチャーを目指して、まあ、幅はできるもんね、楽だもんね。本当はカーブとかこうポンって投げれればいいんですけど、なかなかこうそこまでのレベルに達しないんで、なんとかこうもっとレベルアップできるようにもうオリンピックも優勝せないかんし、はい、チームも優勝せないかんし、いや今年はすごく俺はチャンスだと思ってるんだけど、はい、どう思う？そうですね、昨年ベイスターズとしても本当に 0.5 ゲーム差だったり1ゲーム差、本当にプレッシャーのかかるところでできたことはやっぱり成長すべき点だと思いますし、そういう空気感を感じてたっていうのもチームの財産だと思うので、うん、なんとかこうそういうプレッシャーにプレッシャーがかかったところでも、僕たちの力を発揮したいなと思いますし、僕自身もやっぱりいろんな経験させてもらって本当にもう全て準備が整った段階でのやっぱりそういう舞台だと思うので、なんとかそこまでに実力をもっと上げてですね、精度を上げながら一人の選手としてやっぱり成長していきたいなっていうふうに思います。あの日本シリーズには出てるよね。あの舞台にやっぱ立ちたいよね。立ちたいですね。やり返したい一人の人間がいるよね。うん、そうですね。誰？ソフトバンクの内川。そうだよね。この前話聞いてきたんだ。本当ですか？狙ってたらしいよ。本当ですか？あのボールを狙って待ってたと、はい。僕自身調子は悪い方ではなかった。いや調子良かったよね。はい、日本シリーズ入ってから。日本シリーズ入ってから本当に調子の波がこう少しずつ上がっていって、うん、コンディショニングもうまくいっての今のあのシリーズだったので、正直こう打たれたこう投げ何でツーシーム投げたんだろうっていうよりは、あれを打たれたからもっと練習するしかないんだなっていうふうに思ってますし、じゃあ何今度対戦した時には同じようなボールでもっと精度を上げて打ち取ってやる、うん、僕自身はそういうところで勝負したいなっていうふうに思う。かっこいいね。いや、本当に悔しかったんで、悔しいよな。そんなに悪いボールじゃなかったもんね。そうですね。嫉妬じゃなかったもんね。投げ切ってやっぱり打たれてるのは、やっぱり守護神としてもそうですし、うん、やっぱり一人の選手としても、やっぱり僕自身のプライドっていうのは。ああ、なるほど。すごいな、面白いな。ぜひ見たいね、そういう勝負を。だから内川はもう、安崎のボールを考えたときには、はい、もうホームラン打てるとしたら進化しかないと思ったらしい、うん、それをどう持ち上げるかどうか。そうですよね、あの打ち方がすごいもう下入って、そうそう、綺麗な僕自身も本当に、うん、あそこで迷いなくツーシーム投げたので、うん、正直あそこまで持っていかれることに対してなんか終わった後もずっとなんかずっとスッキリして、あ、まあ、あれはもうあれを打たれたらもうしょうがないやっていう、まあ、納得の一球だったんだよな。そうですね、チームとしてはもうもちろん悔しい、もちろんもちろんもちろん僕としても悔しい気持ちがあるんですけど、うん、もう自分の自信持って投げたボールがやっぱりホームランになったっていうのは、うん、やっぱ僕の実力不足だったなっていう部分では思ってるし、でもかっこいいよな、その打たれたボールでもう一回勝負を挑みたいっていうのがさ、実はオープン戦で一度チェンジする機会があったんですよ、うん、その前にストレートを狙われてヒットを打たれてしまってですね、うん、その時もまあ力みがあってですね、うん、ふと前にヒットを打たれたんですけど、僕の中ではここチャンスだな、やり返すチャンスだと思って、うん、それ追い込んでから通信でと思ったんですけど、確か1球目か2球目ぐらいでストレートをやられてしまって、うん、なるほど、そこまでのやっぱりもっともっと実力つけてですね、うん、リベンジしたいなと、うん、やっぱりオープン戦の時からその敵を打つような勝負を挑んでんだ。僕はこう、そういう性格なんだ、一人一人やっぱり僕も食
悔しい思いもあったり、うん、いろんな選手に対してのやっぱりリスペクトもそうですけど、うん、思いを持ちながらこう やりたいんで、うん、一こうチームの人間ですけど、相手との対戦も楽しみながら。なるほど。いや、今シーズンは期待してるよ。そういう楽しみな勝負が見れるように、はい、なんかドラマ的じゃない、なんか年月を置いたドラマみたいなさ、だからそれぜひ見たいよ、ファンとして。で、安らぎを勝つことも願ってる。そうですね、もっと実力つける。まあ実力があるけどね、まあ欲は深いからね、野球選手ってね。で、特にそうでしょ、余裕深いでしょ。そうですね。ね。でも投げてる姿も何もかもスタイル変わってないよね。もうルーキーの時から本当そのままなんか純粋に大きくなったというさ。体型も。体型はどんどん大きくなっていっちゃうかな。はい。まあ、今年も期待してます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。できればリベンジできる。そうですね。ね。チームも勝って。はい。ね。ありがとうございます。頑張ります。はい。はい。ありがとうございました。